はい、皆さんこんにちは。漫画家の島田慎です。アシスタントですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回も絵描き対決やっていきたいと思います。はい、今回はですね、2020年も終わるということで、そうですね、2020年 JK 流行語でイラスト描いてみた対決です。うわー、 JK の流行語ってことか。そうなんですよ。絶対なんねじゃん、まあ、私たちもちょっと JK ではないので、うん、今回はですね、いつもお世話になっているスタッフの方にですね、はい、JK の流行語をね、何個か候補で送ってもらいました。若いからね。そう、若いから、まだピチピチの若い、ね、女子に送ってもらいました、はい、でその中で、何個か文字をピックアップしたので、うん、その言葉のイラストをここに書いて、より本物に近かった方、流行語のね、意味合いに近かった方のイラストを書いた方の勝ちにしたいと思います。なるほどね。だ、絵は置いといたとしても、そう、流行語のその言葉に対して近い方が勝ちってことね。そう、だからもう画力ではなく想像力の勝負です。はいはいはい、では早速やっていきたいと思います。レッツチェキラー。はい、では早速第1回戦いきたいと思います、うん、はい、第1回戦の流行語、ヤリラフィーです。何ヤリラフィーって。ヤリラフィーだよ。ヤリラフィー、これ実はですね、私ちょっとこの間テレビで情報を仕入れている。ずるっ。ということで早速私書いていきます。はい、S 君わかんないなら想像してください。ヤリラフィー、ヤリラフィー意味わかんねえわ。いやー、こんな単語ね、いつの間にどこで生まれたのっていう感じ。ヤリラフィーだよ、もう。ヤリラフー。それね、多分ね、おじさんが言うことですよ。ヤリラフー。気持ちはめちゃくちゃわかるよ。私もそれだよ、ヤリラフィーって初めて聞いた時、絶対そうだと思った。それしか出てこんわ。でもね、違うんだって。だからね、多分私はなんとなく、この間テレビで情報仕入れてるから、なんとなくわかるんだよ。ただね、絵にするってなるとどうしていいかわかんない。もう今のしか出てこない。発想力にかけてみてください。あとはこの響きからのね、ギャルになりきってください。逆に言うならヤリラフィーっていう挨拶の可能性あるよな。あるあるね。あのおはようとかがさ、なるほど、うん、ヤリラフィーみたいな。ヤリラフィー抜ける。ヤリラフィーみたいな、あのおはようをさ、ヤリラフィーいいかもしれない。ヤリラフィーの挨拶いいかもしれないね。ヤリラフィーって挨拶するパターンの可能性があることを信じて、うん、ちょっと書いていこうかな。そして私も本当によく分かってないんだけど、ヤリラフィーの元の流行りの場所はなんか TikTok らしいです。マジで？じゃあ踊り的な感じってこと？いや、だからそれ私も違うみたい。よく分かんないんですよ、私も本当によく分かんない。はい、1回戦目ヤリラフィーのイラスト完成しました。はい、それぞれちょっと説明したいと思います。はい、私はこれね、確かですけど、ヤリラフィーって、なんかパリピ的な意味合いだったと思うんですよ。うん、むしろもうなんかパリピって若い子言わないらしくて。うん、パリピーポー？そうそう。だから、ギャルかなって、私的には。ギャル。ヤリピーポーってことじゃん。ヤリピーポーってか、もうさ、ピーポーいらないんじゃない。で、ヤリラフィー女子みたいな、わかる？だから、こう、ギャル。ただ、申し訳ないのが、私の時代のギャル書いてしまった。まあそうだな。でも今時の子手にこんなんついてないと思う。シュシュついてないよ。ついてないでしょ。こう私のこのポーズ多分そもそもしてないんだ今の子ギャル。ギャル、私の時代のギャルしかこんなポーズしてない。なるほどね。だからババさん、ババさん、おばさん加減が出てしまったけど。だけど私のイメージするヤリラフィー女子。はいはい、はい。はい、じゃあ次エスクのですね。俺はもうマジでヤリラフィーが、あのヤリラフィーしか出てこなかったんだけど、うんうん、もうそれ書いちゃうとあれなんで。うん、まあ、挨拶かなと。マイヤフィーってこと、そのヤリラフィーって。ヤリラフィーはマイヤフィー。わかる、わかる。言いたいことはめっちゃわかる。うん。だから、もう、あの、ヤリラフィーは、もう挨拶なんじゃないかと。なるほど。今時の、女子高生の挨拶なんだと。うん。ヤリラフィーさ、ひらがなだったよ。本当に本当に。だから、うん、こう普通に挨拶した時に、あーみたいな。あー。おはようみたいな感じで。うん、あ、ヤリラフィーみたいな。なるほどね。もう、挨拶ヤリラフィーみたいな、ね。そう、ヤリラフィーみたいな。ちょっと今から正解を発表したいと思います。ヤリラフィーはですね。ヤリラフィーは。はい。やっぱ TikTok でギャルやチャラを中心に使われるようになったらしいです。TikTok で火がつき。うんうん。楽しくて仕方ない時やテンションが上がった様子を表現する言葉らしいです。全然違うじゃん。なので、パリピに変える言葉としても人気が集めましたって。はいはいはい。だ気分を上げてくれるギャル的な感じのやっぱ言葉。ってことはさ、マジもうさ、うん、パーパーンって感じで書いてなかったじゃん。そうだね、ヤリラフィーみたいな感じの、超なんかもう、テンション上げーみたいなイラストを書いた方が勝ちってことは私の勝ちですな。まあ。まあ皆さんにここ判断。まあコメント欄でじゃあ皆さんにちょっと。どっちも勝ちなくね。まあちょっと、まあよりどっちが良かったかは塩澤さんの判断に任せましょう。はい。ぜひコメント欄で教えてください。じゃあ第2回戦いきます。はい。第2戦目、はい、2戦目の言葉は量産型オタクです。
量産型オタク。ほうほうほう。なんか、なんとなくイメージつくけどな、量産型オタクは。まあ、普通にオタクが量産型されてる。だよな。なんかさ、なんかパッケージみたいな、ガンダムのガンプラのパッケージみたいのにさ、型にはまったさ、オタクがいっぱいこう、量産されてく。でも、そのオタク像ってさ、多分ですけど、我々の、エス君は二十歳設定だからちょっとおかしなことになっちゃうけど。あの、もういいよ、もう。それはもう。我々の、いう、だから電車男の時代の、わかる、オタクが量産されていくイメージ。エス君それでいくでしょ。まあ、そう。ってことは、私はちょっと別方向から攻めます。同じ絵描いてもしょうがないからね。イメージで出てこないもん、量産型オタクで。量産されてるオタクそうだよね。だよね。でも私、なんとなくわかるんだよね。なんとなくこれも、ちょっとこっちじゃないかなって方向性にかけてみます。はい、2回戦目、量産型オタクのイラスト完成しました。はい、じゃあちょっと解説していきたいと思います。はい、私ですけど、一時、なんかね、量産型メイクっていう話私聞いたんですよ、よく。あ、なんかあったかもしれない。なんか量産型メイク女子みたいな。同じようなメイクの女の子がいっぱい。ちょっと闇メイクとか、なんかそう、なんか目の周り赤くしてるみたいな。うんうん、で、なんか今回の送られてきた流行語の他の候補にね、こう、〇〇しか勝たんっていうね、コメントがあったの。うんうん、よく、その意味は私分かった。〇〇しか勝たんは、まあなんかなんとかくん好きみたいなイメージだと。はいはい、だから、まあオタク系女の子で、まあなんかちょっと趣味が悪い。S くんしか勝たんって言ってる。趣味が悪いは言うなよ。オタクだから。の女の子。で、ちょっとしてみました。なるほどね。まあ、それだから要は量産型オタクメイクなんじゃないかという。あ、メイクってことね。そう、かなと思ったんですよ。ああ、そっち系か、うん。っていう感じで、S くんは。いや、俺は、普通になんか量産型オタクだから、まあ、これは一応ガンダムって手なんだけど、うん、ガンダムの前に、うん、まあ、オタクがいっぱいいて、うん、もうそういうのを見てるっていう、うん、なんかかっこいいで、いいな、いいですよね。そうですね、みたいな。うん、写真撮ります？あ、撮りましょうみたいな。いや、めっちゃわかる。でも私もね、正直最初、これ浮かんだ。うん、やっぱり、あの、全部寝るシャツで、メガネで、そうそうそう、あの、ジーパンにシャツインして、ポスターをさ、リュック買ってしてみたいな。でも冷静に考えたらね、JK 流行語。流行語大賞なんだよ。完全に JK のことを頭からすっぽかしてたよね。そう、JK 流行語だから。うん、ということで、ちょっと正しいことはちょっと調べてみます。はい、今、ちょっと量産型オタクの説明のページを見てるんですけども、はい、みんなで同じようなブランド、同じようなファッションや同じような髪型をしたようなグッズをまとったファンのことらしいです。なるほど。まあ、ファンで、しかもですね、割とこのアイドル、リアルにいるアイドルとか、うんうん、実際にいる人たちの、なんかこういうファンの女の子たちのことを指す、割と指す言葉みたいで。なんで、まあ、エース君実際いるから。まあ、そんなに、まあ、これも実際いるけど、ここに。実際いる人のファンをやってる人たちのも割と指すみたい。なるほどね。アニメ系とかよりもね。うん。で、いわゆるパステルカラーや巻き髪、茶色のカラコンを使ったメイク。へー。で、例えば自分が応援しているメンバーのイニシャルのチャームだからって。なるほど。とかが定番となっているらしいです。へー。なるほどね。勉強になったね。勉強になりました。なるほど。じゃあ、これは私のが近いかなと思うけど。まあ、俺らはもうそもそも JK じゃないし、ね。ちょっと JK が忘れちゃったからね。まあ、じゃあ、皆さん、これもちょっと皆さんの判断にお任せしましょう。じゃあ、3回戦目、ラストチャレンジいきます。最後はですね、もう本当に全くもって、ちょっと意味がわかんないんですけど、はい、数字の397です。397？ 全然わかんない。もうここを今からじゃあお互い、ちょっと頭をひねってやっていきましょう。なんだろうね、397でしょ。397。え？どういう意味だと思う ?397 だよ。397番？まあ、今、ね、2メートル以上離れなさいって言うから、397メートル以上離れなさいって言う。なるほど、JK は。397。うちらの心の距離は397メートル離れてるし、みたいな。とりあえず397みたいな。ありえる、ありえる。なんで397なんで単身になっちゃうけどね。そうだよね。絶対、まあ、何かを略した言葉だよね。まあ、そうだろうな。なんだ397。397でな、意味がわかんないよね。ああ。5教科やってるし、テスト、うん、397点取れてればまあいいねっていう話とかあ、まあ結構いいよ、いいよね、いいよね、かなりいい、いいよね、優等生っていうジャンルの人、あいつはいつも397だからみたいな。簡単に397点絶対取れねえよ。そうだよな、なんだろうな、39、何にも分かんないよね、397。はい、では、最終対決397のイラストを描けました。はい、ではちょっと解説したいと思います。はい、では私の方なんですけども、うん、よくわかんないから
397っていうタイトルのドラマが流行った。なるほど。JK の中では。なるほどね。うん、なんかこう配信系の番組とかで、今週の397は見たみたいな。聞いたことないけどな。そう、聞いたことじゃない。でも JK では流行ってた。あの、なんとなくイメージでは、俺は囚人番号397みたいな。必ずこっから脱獄してみてみたいな。今旬の俳優さんがね、やってたっていう脱獄系のね。ね、そうそうそう、まあ。ありそうだけどな。397っていうドラマですよ。はいはい、ジェイス君の方。俺は397って聞いても何にも思いつかなかった、うんうんうん、とりあえず397っていうのは397っていう数字がもうなんか JK の中でなんか幸運のなんかの数字なんですね。なるほどなるほど。だからまあイラスト的にはまあ397円のこの女の子がまあちょうどコンビニかなんかで買い物して397円ちょうどレシートいい、あ、今日397円だってなって、先輩これ397円のレシートですみたいな。え、すごいいいじゃん。なんかめっちゃ可愛いし、ありそう、本当に。397円のレシート。あ、だって出せそうだしね、頑張れば。そうそう、っていう感じ。超いい。この発想いいね。そうそう。じゃあ正解の方を今から見ていきたいと思います。はい。397は、見方としては、サンキューなって意味らしくて、要はありがとうなって意味らしいです。普通でよかったでしょ。要はみんなありがとうなっていう意味をハッシュタグサンキューなって書くらしいです。普通にそれでよかったんだ。普通に深読みしてきましたな。深読みすぎた、本当に。なるほど、これどっちが近いんだろう。まあこれはよりいいと思った方にみんな投票してもらいましょう。はい。まあね、俺流行るかもしれない。ちょっといいよ。マジこれをきっかけに流行らせたい、この309じゃないのレシート。サンキューなレシート。サンキューなレシート、ね。うん。いいね。はい、では今回は2020年 JK 流行語でお絵描き対決でした。はい、楽しかったですね。そうですね、ちょっと若者の状況が知れましたね。そうですね、おじさんにはもう若者の状況は知れないいや、二十歳先生だからいやということで、ちょっと我々ももう少し今後若者の言葉を取り入れて、来年はね、2021年はもうヤリラフィーの絵描いていきましょう。ポンポーンのイラスト、ポンポーンのヤリラフィーのイラストを量産音型オタクになりきって描いていきましょう。ちょっと意味がわからんわということで、みんなサンキューなーということで、どうもありがとう、見てくれてサンキューなー。無理くり全部突っ込んでねよろしかったらチャンネル登録と、いいねボタン、高評価でしょ、高評価ボタンも高評価ボタンも押してください。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島田慎太郎でした。サンキューなー、バイバーイ。397円のレシート買おう、あ、買おうじゃね、当てようか買おうってないレシート買うって